はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたに届けできればと思います。はい、まあですね、今日髪の毛が折れてるんですけども、まあちょっとジェルですね、ジェルを切らしてしまってこんな感じになってるんですが、ジェルでですね固めるよりもこっちがいいよっていう風に言われているので、まあちょっとショックですね。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、まあこの間ですね、座骨神経痛についてお話をしてます。で、今日お伝えしていくのはですね、はい、ちょっと汚い絵で申し訳ないんですけど、これ体を横から見てるわけなんですが、今日はお尻ですね、お尻全体だったりとか、そこからですね、太ももの裏、そしてふくらはぎのですね、ちょっと上の方が痛みます、しびれますっていう方と、お尻全体、そこからですね、太ももの外側に痛みがいって、こう、すねのですね、すねというか、ふくらはぎの外側、後ろみたいなところが痛んでくるんですっていう方に対しての原因、そしてストレッチ方法をお伝えできればと思います。で、こういったですね、症状、例えば歩いてる時だったり、歩いてると、だんだんこういったとこが痛くなってくるとか、ずっと立ってる、あるいは座ってるとこういった症状が出てくる方の、まあ、原因はどこなのかっていうとですね、はい、小殿筋っていう筋肉が原因のことが非常に多いです。で、小殿筋っていうのは、まあ、昨日ですね、中殿筋っていうのをですね、お話をしたと思うんですけど、それのさらにですね、まあ、下、まあ、奥側ですね、奥側、まあ、深いところに存在してくれてる、まあ、筋肉です。基本的にはですね、こう股関節の安定性とかに関わってくるような、まあ、筋肉になってくるわけなんですけども、まあ、何かしらによってですね、この筋肉が硬くなってきて来てしまうと、まあ、こういった症状が出てしまうっていうのがありますので、まあ、該当する方はですね、今からお伝えする、ケアの方法っていうのをお伝えできればと思います。はい、そしたらですね、やっていくんですけども、まあ、ベッドだったりとかお布団の上にちょっと移動してみてください。はい、そしたらですね、小殿筋の場所をもう一回この骨模型を使いながらね、お話をしていこうかなと思うんですけども、はい、小殿筋っていうのはですね、昨日中殿筋っていうのはこういう風に走ってるよってお話をしたと思うんですけど、ちょうどね、この辺りですね、この辺りから前回同様扇形にこういう風に走ってるのが、小殿筋ですよっていう風に言われてます。で、お尻全体、あるいは、そこから太ももの裏に行ってふくらはぎが痛む、あるいはしびれますよっていう方はですね、今からこのテニスボールっていうのをこの辺りですね、この辺りにこうグッて当てるような形でやってみてください。で、もう一つがお尻からですね、太ももの外側に行って、ふくらはぎの外側、後ろみたいなところに行くよっていう人は、こことね、ここのちょうど間中のこの辺りですね、まあ、さっきのところよりも指2本ぐらい下の部分、この辺にそういった症状を出すポイントっていうのがよくあったりとかしますので、まあ、目安としてですね、こことここの間中ぐらいが外側とかが痛い人ですね。で、太ももの裏とか、ふくらはぎの裏、あるいはお尻全体が痛い人はちょうどこの辺りっていうのをテニスボールを当てていただければと思います。はい、そしたらですね、またやっていくんですけど、はい、昨日同様ですね、体の動かし方としてこういう動きっていうのをやっていきますので覚えておいてください。痛い方を下にしてこういう風に開いていきます。これを覚えとってください。で、さっきのボールですね、ボールっていうのを小殿筋って言われるところですね、僕たちの体で言うとここにさっきの太ももの外側の骨があるので、ここと骨盤のちょうど間中なので、この辺りですね、この辺りにボールをグンと置いていただいて、この状態でですね、こういうふうに開いていきます。また開いていた時に自分の中で、ああこの辺が痛い、気持ちいいなっていうところを見つけてもらったら、ここまでの高さっていうのをこういうふうに30回動かしてあげてください。そうすると痛いところがですね、ぐんぐんこう深く入っていく感じがするんじゃないかなと思いますので、こういうふうに30回やっていきます。はい、で、30回やったらですね、次開いたままこの状態で体重をぐーっとかけてあげてください。体重をぐーっとかけていきます。大体30秒ぐらいですね、これも。
深呼吸をしながら痛い、先ほどの小電気のところを押圧してあげてください。でもしこれがですね痛くてしんどい方っていうのは、まあ、横向きは一緒なんですけど自分の肘ですね、肘を使って体重をコントロールしてあげてください。これで、あ、痛気持ちいいなっていうところを見つけていただいて、この状態で同じようにですね30秒待っとくっていう方法でもいいです。まあ、余裕がある人はさっきみたいな形ですね、どうしても痛い方は肘をこういうふうに使ってもらって耐えていただくといいんじゃないかなと思いますので、まあ、この状態で30秒待っていただくってことをやってみてください。はい、っていう方法はですねありますので、ぜひですね、お尻から太ももの裏、そしてふくらはぎが痛むパターンの人、あるいは、お尻からですね外側ですね、太ももの外側、そしてすねの方だったりとかふくらはぎの後ろ側ですね、後ろ外側が痛む方っていうのは今のポイントっていうのをぜひやっていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、またこんな感じで座骨神経に対するヒントアイデアをお届けしていきますので、おそらくこの辺に私のカーマークがあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。はい、また明日はですねそれをやっても変わらない場合の原因っていうところをまたお伝えできればと思いますので見ていただければと思います。そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。